エルメスはフランス後に欧州宇宙機関がかつて計画していた再利用型の有人宇宙王冠機、いわゆる欧州版スペースシャトルと言われるもの。1980年代よりフランスの宇宙機関、フランス国立宇宙研究センターが独自に計画していたが欧州宇宙機関の発足と独自開発には予算がかかりすぎることから、 欧州の共同開発という形を取った。全長は15メートルほど、乗組員は2から3名で、打ち上げ用に新たに開発された、アリアン5型ロケットのペイロードに連結して発射するもので、すでに様々な青写真は出来上がっており、国際宇宙ステーションにもこれで参加することも視野に入れていた。しかし、1990年代に、欧州全体に吹き荒れた不景気によって、餌は 資金難となり、多額の開発費がかかる、この計画を断念した。打ち上げ用に開発した大型ロケット、アリアン5は、その巨大な打ち上げ能力を持って、アリアンスペース社の主力ロケットとなり、大型商業衛星の打ち上げを行っている。またエサは、国際宇宙ステーションには、アメリカ合衆国のスペースシャトルのほか欧州補給機を使用して参加している。エルメスは、 アリアン5の上部に搭載して、二人乗りで、円錐状のリソースモジュールを、機体の後部に備え、再突入前に切り離す構造だった。スペースプレーンのみが、地球大気に再突入して着陸する。計画の終了間際ではエルメスは三人乗りで 3000kg の予圧された貨物を運ぶ仕様になった。最終的に打ち上げ重量は2万 1000kg でこれは、予定されたアリアン5が、 ディ可能な上限だった。エルメスは全長19.00メートルになる予定だった。ヨーロッパの宇宙への自動的なアクセスを目的として1980年代半ばにフランス政府の宇宙機関の CNES はソビエトとアメリカのシャトルを模倣したヨーロッパ製シャトルの計画を進めた。欧州宇宙機関は1987年にエルメス計画を承認した。リフティングボディによる 再突入の実証試験であるラインフ試験計画が2014年に予定された。ありがとうございます。